アメリカでは4月から6月が竜巻のシーズンですが今年はすでに竜巻による被害が相次いでいます先週末から今週にかけて少なくとも95の竜巻が発生し深刻な被害が出ています先月31日金曜日から1日土曜日にかけて南部、中西部、東部など14の州で 80以上の竜巻が発生し少なくとも32人が死亡しましたまたペンシルベニア州やオハイオ州など5つの州で73万世帯が一時停電となりましたイリノイ州では250人以上が集まっていたメタルバンドのコンサート会場で天井が崩れ落ちました

テネシー州のこの家族は竜巻の直撃を受け地下室に避難したといいます、right、天井は崩れ屋根は飛ばされ家のほとんどが破壊されましたアーカンソー州在住のメリッサ・モリスさんは家が破壊され思い出の写真も吹き飛ばされたといいます

また、4日火曜日から5日水曜日にかけてアイオワ州、イリノイ州、ミズーリ州、ケンタッキー州で少なくとも14の竜巻が発生しましたミズーリ州で少なくとも5人、ケンタッキー州で1人が死亡しました最近の研究で竜巻が頻繁に発生する地域が変わってきたことがわかりました トルネードアリー、竜巻街道と呼ばれるテキサス州からネブラスカ州にかけての地域では、この数十年間で竜巻の発生が減少し、竜巻街道の東側、ルイジアナ州からアラバマ州にかけての地域で増加しているということです。研究によりますと、この変化は大気のパターンと気候変動によるものだとみられています。 1>, 1年間の竜巻による犠牲者数は平均で71人ですがことしに入ってからはすでに少なくとも69人に上っています。